深川祭りって別名水かけ祭りって言いますが、ご覧のように、雨ときましたよ。まあ言ってもですね、まあこの深川祭りは6年ぶりの開催ということで、まあこれはもうテントさんからの、まあ、ご祝儀の水かけというんじゃないでしょうかね。それじゃあ、今回も最後までよろしくお願いします。発車します。頑張りください。発車します。お捕まりください。それより先、豊洲までは通常と乗るか異なる迂回ルートで運転いたします。門前高町豊洲駅前標準に停車しますが、ルートを発見の場所は通常と異なります。
ちらこちらが門前仲町になります。この次は豊洲駅前まで止まります。さてこちらは同じ江東区でも東京ビッグサイトのバスターミナル。門前仲町界隈で水かけ祭りが開催される一方で、こちらでは年2回のオタクたちのお祭りが繰り広げられていたのであります。同じ江東区内で繰り広げられた2つのお祭り、かくいう私今回がコミケ初参戦。会場内はまさに外の大雨を忘れるほどの熱気に大変包まれていたものでありました。ちなみに私何も買わずに帰るってのも野暮なんで、一つ500円の東映バスの行き先キーホルダーを2つ買わせていただきました。てなわけで、今回も最後までご視聴くださいまして誠にありがとうございました。チャンネル登録高評価をどうぞよろしくお願いいたします。以上プリメオでした。忘れ物の内容を忘れ物の内容を